やべ、気づかれた。あー、終わったさてと、そういうわけでですね、久しぶりに、スカムをプレイしていこうかなと思うんですけど、今ここ飛行場ですね、ここに落ちてくんで、まあ、ここからプレイしていきますかっていう風に、なんかさも今から始まったみたいに言いますけど、もう残金マイナス250の時点でバレちゃいますよね。いやー、やらかした。また南の島ですね。また1から出直すか。まあどうせ大した装備持ってなかったんで、心置きなくゼロからスタートできますね。人生ってちょっと進んだと思ったらまた最初に戻っちゃう、振り出しに戻っちゃう、そういうもんですよね。悲しいな。まずは石、何はなくとも石、石のナイフを作ると。多分こっちの方にちっちゃい空港があるはずなんで、まずそこを見てみようかな。まあ、空港だと初期の段階で欲しいものとかはちょっとないかもしれないですけどね。まあせっかく近所なんで、ちょっと訪問だけしてみますか。おー、靴。いや、いらないな。なんだこれ。丹田か。食べちゃおう。あ、車があるな。タイヤとかないけど。ちなみにエンジンは、はい、ない。まあそうですよね。お、帽子もらっていきましょう。レンガか。おお、ゾンさん出会ったからにはやるしかない。出会った2人は戦うしかない。そういう運命だと思ってやっていく。 OK。 特にアイテムはないですね。おー、びっくりしょー。完全に油断してた今。おー、びっくりした。そしたらやっぱり北上していく感じですかね。あ、本島の方が見えてきましたね。いや、そこにこうそびえ立ってる高い壁、あれも、マップが4倍に広がったらなくなるわけですよね。で、あの向こう側に陸地がずっと続いてますけど、あの辺が探索できるようになるというわけですね。いや、楽しみだな。早く来てほしいですね。いや、広い世界を楽しみたい。めちゃめちゃ楽しみだな。いやー、というわけでもうちょっとで橋が出てくると思うんですよね。そしたら本島の方に渡って、引き続きですね、ちょっと移動していこうかなという感じですね。どっか
そこそこの規模の町に一旦行って、身なりとか装備を整えたいですね。オッケーオッケー、じゃあ橋渡っていきますか。あーそこちょっと船着き場になってるんで、あそこ見に行ってみますか。いや海綺麗だな、泳ぎたい、あんなとこで泳ぎたいな、リアルに。やばいっすね。めっちゃ震えてますけど。あ、はまったかも。あーよかった、抜け出せた。あら、ゾンさん。危ない。閉じとこう。無駄に戦う必要はないですからね。シャツ。これ着ていこう。でゾーンさんは置いてけぼりにして、この下を見てみましょうか。あー、ボートとかあれ乗れるボートじゃないですか。乗りたい。ボート乗りたいですね。あー、そういえばこの洞窟みたいのも以前行ったことあるけど、何かあったんだっけな。なんか大したものはなかったような気がしますね。このまま泳いで溺れたら嫌なんで、一旦洋服を脱げますか、その浜辺で。泳いで、多分あれ、乗れるボートだと思うんで、ボートゲットしようかな。そしたら移動だいぶ楽ですよね。ラッキーかも。これは運が向いてきたんじゃないですか。ちょっとお洋服脱いで、ちょっとパン一で失礼しちゃいますね。ちなみにこの、沈没船の中にはお宝的なものはなさそうですね。あー気持ちいいなー、これ最高。潜るのなんだっけな、コントロール違うな、忘れちゃいましたね。あ、ちょっと後で泳ぎ方も調べとこう。あ、いけたいけた。オッケー、いいっすね。そしたらまたお洋服着てですね、船旅するか。あ、ウニいっぱいいる。いやーよかった。乗り物ゲットできましたね。で、どこ行こうかな。このまま川を登って病院行きますか。ここ銃とかもいろいろ出た記憶があるんで、大きい病院見て、でまたこう戻ってくる感じ。このまま北上しちゃうと、あの汚染された地域に行っちゃうと思うんで、ここで戻ってきてこの辺見ていく感じか。ただあれか、ガソリンが尽きたらそれまでだな。あー、やらかした。いきなり乗り上げちゃいましたね。全身。Misunderstood. Then I
や懐かしいな。一番最初に拠点構えたの確かここだったと思うんですよね。あーここですね、懐かしいな、まあ、ここも結構いいとこですよね、まあ、近くに大きい町がないんでその点だけちょっと不便ですけど、まあ、やっぱ川沿いにとか海沿いとかそういうとこに家を建てるってちょっと憧れちゃいますよね。いやガソリンもだいぶ使っちゃったな。帰り元の場所まで帰れるほどのガソリンがないですね。病院で車をゲットできるっていう奇跡もあると思うんでそれ期待ですね。じゃあちょっと地味ですけどこういうところを一軒一軒当たっていきますか。ゴミも漁っていく。なんか食べ物落ちてるかもしれないですからね。あ、ウォーターサーバーあんな。でもゼロか。釘はいらない気がする。お、高級ロックピックありがたき。なんもないか。とりあえずいろんな物資が欲しいんで、丁寧に漁っていきますか。おーおー、それはまずい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 。2体いましたもんね今。あの奥にもいるな、やべえな。1体ずつ。あー2体来ちゃった。早いからちょっと早いから危ねえ。デブ狩りコンビはダメでしょ、卑怯っすよ。お互いのマイナス点をカバーし合っちゃうじゃないですかそれ。危ねえ、いててて。よかった感染症にもなってない。やべえな。やばい。やべ。やばい。走って。ああ、そっちにもいる。また来たもうダメなんいやどんどん借金がかさむんですけど。そしてここは飛行場ですかね。これ大丈夫、ここ降りてロボいるんじゃない、大丈夫なところ。ダメだと思うんですけど、ここはダメですよ。ちょっと困ります。いやー焼き鳥ダメですね、何回も死んじゃうな。全然先に進まないですね。借金だけが増えていく生活だ。そしてぱっと見ロボはいないけど、いや参ったな、とんでもないとこに降り立っちゃいましたね。いやーよりにもよってここ飛行場ですよ。ちょっとここでもまた何回目かわかんないですけども、ちょっと初期装備を揃えて移動していきましょう。いや石があんまないかな。もう初期装備作るのも飽きてきましたね。よし、まずはちょっと手頃なこの町漁りますか。いやこの近くで昔焼き鳥屋さんを経営してたんで、この町はだいぶ土地勘があるんですけど、
まあ、結構いろいろ物資が集まる町なんで、そこで身なりを整えますか。ちょっとずっと囚人服のままですからね。お、早速車あるじゃないですか。どうどうこれ。あー、エンジンないか。タイヤもないな。座席もない。あら、なんもないな。あ、ただストレージ代わりにはできるんで、これをちょっと荷物入れにしときますか。どんどん物資を貯めていこう。あ、弾薬、ショットガン出やすいから、ショットガンの弾はありがたいですね。あー、ナイフいいじゃないですか。ナイフで戦う。いや、ナイフこれ大丈夫かな。距離感大丈夫。んー、アーモンド全部食べちゃう。アーモンドよし、このゾーンさんでこのナイフを試してみよう。お、いける。意外といいですね。強いのかどうかはちょっとわかんない。あんま強くないかも。石斧でいいかもな、これだったら。まずはクリアリングしていくか。ゾーンさん、あそこにいますね。おデブゾーンさんをナイフでやっていく、銃剣で。オッケー、物資。あら、ないか、リュックないか。ん、あ、ガンホルスター、それはいいっすね。帽子もかぶっちゃう。もうどうせ何も持ってないんで、物資なので、今度は民家を中心にちょっと漁っていこうかな。身なりを整えていきたい。いつまでもオレンジの服を着てるわけにはいかないですよ。もっといいもの出ましたね。肉切り包丁、これはいいですよ。これなかなか強いんでありがたいですね。いやー、今度こそ順調にいくんじゃないですか。これいい感じで物資も揃ってきてますよ。もうこれ以上、いって、これ以上のデスはなしでお願いします。ノーデス以降はノーデスでいきたいですね。あー、そろそろ夕方になるのかな。ちょっとこのシングルプレイに関しては夜間はちょっと飛ばそうかなと思ってます。ちょ、画面真っ暗なところでずっとプレイしててもなかなか見てる方も辛いと思うんですよね。うわー、クマがいる、マジか。オープニー、ゾンさんはいない。クマいましたよね、今。いや、勝てない、今クマは。見えなくなっちゃった。いるかな。クマがグーグー言ってたのか。どっか行った？クマさん。森のクマさんじゃなく町のクマさんじゃないですか、こんなとこにいたら。すげえビビった。行ったー。あんなのどうやって倒したらいいんですかね。実はハロウィンイベントでクマじゃない
クマに見えるけどクマじゃない的なやつ。ちょうど今ハロウィンの時期ですもんね。すご、全然気づかない。こっちに あ、これ本当だ、クマだけどクマじゃないんだ。おー、びっくりした。あ、いや、オープンね。今襲ってきましたね。あ、どっか行っちゃった。あ、来る。やっべ。ああ、いって。クマじゃん。本物のクマじゃん。ハロウィンイベントでクマじゃないとかじゃなかったの。うわ、出血してるし。ちょっと、包帯。布切れ作って。やべえっすね。いや、なんか全然襲ってこないから、なんかハロウィンイベントの、こう、実はクマに見えたクマじゃないやつとか、そういうやつかなって今完全に油断してたら、普通に襲ってきました。いや、足んないっす、布。布足んない。ちょっとなんかないっすかね。クマさん、街のクマさん倒さないと帰れない。裸になるか。布きれいにする。いや、もう上半身裸になっちゃいましたね。あー、バイク用パンツがあるな。これ着ればよかった、先に。失敗したー。焦ってる時は判断力が衰えますからね。最悪。そしてあのクマどうやって倒したらいいんですかね。今焼き鳥、肉切り包丁と石斧と木の槍しかないんですけど。とりあえず出血は止められた。止められたけど、クマさんそこにいる、普通に。いけるかな、これで。壁貫通して攻撃してこないですよね、クマさんは。これ攻撃効いてんのかな、実感がないな。いや、これ聞いてる？聞いてない気がするんだけどな。おう、動き出した。あれでどっか行ってくれましたかね。よしよしよし、この隙に移動していこう。ちょっと早急に着るもの探さないといけなくなっちゃいましたね。いやいや、これはまずいよ。ただでさえ物資が出ないのに、お洋服見つかるんですかね。夜になったら凍えちゃうな。もうすでに寒いってマーク出てますもんね。あー、ゾンさん、今ゾンさんと戦ってる場合じゃねえんすよ。お洋服をください。何か着るものをください。あー、パンツじゃないんだよな、欲しいのは。結局あのクマさんは普通にクマが湧いてたってことかな。何なんすかね、よくわかんないですけど。少なくとも焼き鳥のピンチ度が増したことだけはわかりますね。これ以上はノーデスで行くって宣言したばっかなのに。あー、よかった。とりあえず焼け石に水かもしれないけど、かけないよりはいい、着ないよりはいい。
しそろそろ暗くなってきたんで、ちょっと荷物をまたあのストレージ代わりの車に預けて夜をやり過ごしますか。はい、というわけで朝になりましたね。夜が明けました。なので予定通りちょっと警察署に鍵開けチャレンジに行きますか。夜が明けたと言ってもまだ寒いな。いや、いいものを出てほしいな。ホルスターあるんでハンドガン欲しいですね。ハンドガンあったらだいぶこう難易度変わってくると思うんですよね。お邪魔します。じゃあ取り出すヘアピン。クラフトロックピック。で鍵開けしていくと。あっぶねー、久しぶりなんで感覚が。いやー、何も出てこない。そうだよな、アイテムの脇が一倍だとこう開けても出てこないのか。おー、ラッキーラッキー、ハンドガン。でもしまえない、ここにしまっとこう。あと弾か。でもリボルバーだったらマガジンなくても使えるんで、弾さえ出ればいいですもんね。あら、開かない。あー、失敗する。あっぶねー、ゼロ。あー、9ミリ弾。まあ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 。何も出ないか。この調子で開けてく。どうしよっかな。あの補給物資来た時用にちょっとドライバー残しときたいですよね。いや、2体いるな、気をつけよう。先にこいつだけをやっつける。いってー。で2体目もやっつけると。いや、外でだいぶゾンさん泣いてんな。ゾンさんが湧いたんだからアイテムも湧いてほしいな。じゃあこの2箇所も開けてそれで終わりにしよっかな。取り出すヘアピン、クラフトロックピック。何もない。もう一回、今度こそいいものお願いします。いや、出ないか。まあ、こんなもんすよね。そしたらまた肉切り包丁落としちゃったから、これを拾って、拠点に、拠点っていうか車のとこ帰って、ちょっと場所を移動していこうかな。その前に安全に出られるかな。まあ、いろんなとこにいるな。あー、気づかれた。おお、すげえ、めっちゃ飛ぶじゃん。おお、やべ、囲まれる、これは。あぶねえ。
出て。大丈夫？あー、感染しちゃうかも。まずいまずい。まずいですよ、それは。どっから来たの？あなたはどこから来たんですか？いや、なんかすげえゾンさん多いな。こんな多かったでしたっけ？薬屋さん確かあったんで行ってみますか。薬屋さんで感染予防の薬とかあんま出たことないんですけど、まあ民家あさるよりは確実ですよね。いやー、ほんとノラゾンさんが多い。増えたのかな、昔と比べると。あー、鎮痛剤。鎮痛剤ではないんだな、欲しいものは。なんか消毒液欲しいですね。アルコールでもいいんだよな。ウイスキー的なやつ。うわー、洋服もボロボロになってるし、勘弁してほしいな。鎮痛剤ばっか出んな。痛みは我慢できるんですよ。感染が良くない。抗生物質かアルコール。お願いしますよ。鎮痛剤ばっかだな。ダメか。じゃあ荷物を置いて、移動していこう。